皆さんこんにちは、大です。こういうことを気にしてるコーチと全然気にしてないコーチといると思うんですけどね。クライアントさんとこう目標設定をするじゃないですか。で、目標設定した後にそこに向かって、どんな困難とか問題があるのか、でそれが出てきたらどうやって対処するかっていうことを考えるっていうことはすごく価値があることで、でなんか目的論的にとかね、ソリューションフォーカスっぽくいくと、とにかく目的を明らかにしたらリソースできているところを見つけて、でやれることを見つけてどんどん進んでいこうってするし、で、まあ、うまくいかなかったらこう Do something different しましょうね。もちろんそれでいいんですけど、モチベーションがすごくこう高くてクリエイティブにこうやっていけたらね、それでこう突破していっちゃうんですけど、例えば人に反対されるんでもいいし、自分がなんかこう忙しくなっちゃうんでもいいし、自分の中から不安が出てくるんでもいいし、なんか自分のこの心の状態が悪くなるんでもいいし、なんかこう困難とか問題が訪れた時にそこでやっぱり止まっちゃうとかね、なかなか動けなくなっちゃう人もいるんですよね。でそういう人にはもしこう問題が起こったら、それは内的な問題であろうが外的な問題であろうが、どう対処するかってことを事前にこう決めてですね、でそれのこうシミュレーションをしておくと、それだけで前にうまくこう進んでいける確率がこう上がっていくっていうことが起きます。でそういうのを踏まえてね、紹介しているモデルですごくシンプルだけどいいモデルがあってね、WOOP ってモデルなんですけど、WOOP なんですけどね、願いで、アウトカム、成果、目標ですよね。だから、願ってること、これはもう何の制約もなかったら、これが大切とか欲しいとかね、その類のことで構わないわけです。もしくは自分の価値観とかね、でそこに対して目標を立てる。でその次に障害ですね。でどんな障害とか困難とか課題があるのかっていうのをとにかく列挙しておいて、でそれに対処できるようにこう計画を立てておくっていうことなんですね。そこも含めてこういうことが出てきたらこうするよっていう対応も含めてこうプラン、計画を立てて実行していくっていうこうモデルです。で多くのコーチはね、ここのこれで言うとアウトカムとプランだけでやっちゃってる人がいっぱいいるわけね。そのウィッシュ、本当の心からの願いみたいなこととここを連結うまくさせきれてないケースというのもあるし、それからこの計画の中にね、障害に対する対応というのがこう含まれてないっていうパターンがあることもあります。で、ですからね、ぜひなんかこのどんな困難があるの、出てくる可能性があるか、それにどうやって対応するかっていうことをね、こう決めておくというのもコーチの中にね、プランとして持っておいてください。で、毎度やらなくてもいいんだけど、なんかこうやった方が良さそうだなと思ったらやってみるとかね、いうのでもいいかもしれません。ぜひ、この人がなんか前に進めなくなっちゃうようなことがあるとしたら何なのかな、それはどうやったら回避したりとか乗り越えられるのかなということを考えてみるのはいかがでしょうか。参考まで。